もうあれですか、お酒1本っていうのはもう終わったんですかね。あ、終わったんですね、はい、終わりました。1本っていうのも分かんないですね。一生持ってくる人もいるかもしれないし難しいですね、まあ、それも1本といえば1本ですよね、はい、技のあります遠藤、そして若元春、過去は遠藤1勝、若元春4勝と若元春リードしています。先場所小手投げで若元春が勝っています。大関トレーの足固めとなりますが、若元春の初日、少し左足を前に出しての仕切りです。若元春、合いません。まだ若元春は手をついていませんでした。出れるタイミングじゃなかったです。再び仕切ります。数多くの競技の中で対戦相手同士が呼吸を測って試合が始まるという急な競技の大相撲。手をついて、若元春手をつきました。左が来た、浅いところ引きました。遠藤出ていく、若元春上手を引いています。半身で残す遠藤です。若元春右の上手がっちり頭をつけた。マイク遠藤、最後は上手出し投げ、若元春です。上手できましょうか。ちょっとお願いします。力強いですね。いい質問ですね。スタートしてください。まあ、両者当たりはね、互角ですよね。こう右から引っ張り込んでますよね。これね、よくやる若元春の立ち合いですけども、はい、左差しますよね。ここからですよね、回しの切り合いですね、お互いのね、うん、あまり最近回し切ったりする力士は少ないですけど、ここもね、若元春左取られたらね、力が発揮できないんで、自分の右がだからうまく回し切りましたけど、この切るのも早いので、若元春が右を引きつけて遠藤の左を引きつけてるから開いちゃってるんですよね。だから遠藤としてはあんまりここの体勢では力発揮できないので、右からこういうふうに、ね、今いなし行きましたけど、ここはねちょっと測ってるんですよ、前に出れるかどうかっていうのを。まだここは本当は若元春もうちょっとね、浅く持った方がいいんですよね、上手を。そうすると相手が逃げられなくなるんですけども、うん、でも出ていいかな、出ていいかなっていうのをこう少しずつ1回2回フェイントかけてから、あ、出れないなと思ったからこうやって上手投げで打ってるんですよね。あんまりここで無理に行くと何か投げを食ったりするんで、うん、それが若元春は分かってるんで、こうタイミングを測りながら、あ、上手投げでいけるかなどうかなっていうのを1回2回で出て、パッとこうね上手投げで、うまいですよね。余裕がある証拠ですよね、はい、ちょっと遠藤としては、うん、先にどんどん回し切られたり、うん、ちょっと半歩遅いかなっていう感じなんでね、そういう点では今場所これは若元春期待していいんじゃないかなというふうに思います。はい、実力者遠藤を退けました若元春です。確か取られた下手をあえて切るんですね。切るんですよ、切って出やすいようにするんですけど、なんか回しの位置って上手なんですけど、何をやるかですよね。どういうふうに、うん、だから引きつけるとか、うん、もっとこう上手投げをいくのかによって回しの位置を変えていかないといけない。